久保さん。久保さん、しつこいっすね。寝ないのか。寝ないのか。僕、あの、ちょっと違う動画撮ってまして。今も編集してるんですけど。明日公開するよ。明日もう今日か。今日公開18時にするやつ撮ってました。まあ、新商品僕出すんだね。それようです <laughs>。いやーまあね、あの、久保さんのおっしゃる通りで、あのー、そうそうそう、今日ね、あの、言われたんですよ。 あのコーチ陣に。最近、仕事どうみたいな。一人でやってんのみたいな。もう完全に一人ですねみたいな。打ち合わせとかないんでめっちゃ楽です。みたいな。打ち合わせねみたいな。打ち合わせ大変だよと。もう5時間ぐらい打ち合わせして大変だよみたいな,なんか、ね。いろいろこう話してたんですけど。いや、ほんとね、打ち合わせも何もないんで、超楽っすね。 やっぱね、一人ね、最強ですね。まあ、これ合う合わないあると思うんですけど、僕、群れるのが嫌いなんで、うん、さ昔、その、ドリームアカデミアで、あのー、新年会みたいなのやりましたけど、これ、リクエストがあったんで、まあ、やりましたけど、ほんと、群れるのが嫌いなんですよね。<laughs> 塾運営しときながら群れるの嫌いみたいなね。<laughs> まあ、ドリームアカデミアの僕のコンセプトは、もう、一人で、 鳥さんなんなですよね一人で旅立てと、うん、いう感じで、うん、かあのパーティーとかねあんま好きじゃないし群れるのが嫌いですね、うん、だからまあ本当に僕もね非常識人ですねテーマ非常識人にしましょうか非常識人ですでも非常識だからこ非常識人だからこそ非常識な 人生を送ってるのかなと思いますけどね普通じゃないですよね、久保さんと僕の生活は。多分一般に生きてたら無理なんで。うん。で、久保さんが言った通り、やっぱりその後悔がない人生をなぜ僕も送ってるのかっていうと、やっぱり今は、まあ昔はね、多分後悔はあり、多分昔のまま会社に泊まり込みしたまま死んでたら多分後悔あったと思います。ただ今はもう一人になっていろいろやって、自分の全部全選択ですね。 会社のそのことを考えない。組織のことを考えない。従業員の給料のことを考えなくていい。っていうところで、ん楽っすね。もう極限に楽ですうん。だからまあ、こういう生き方もあるよってことですね。うんこういう生き方もね。 うん、どういう生き方するかあなた次第ですけど後悔がない人生を送りたいんだったらやっぱ全て自分の全選択で、えー、生きるっていう自分の責任そして自分の全選択で生きていくっていうのがおすすめですね間違いなくうんだからそうしたら後悔ないですよだって全部自分が決めてるんでうん そうだからドラゴン桜ね久保さん見てないかもしれないですけどあのメガネの子がいてでそのそのなんだ試験があんま良くなかったんですよで阿部さんがねあの言うわけですよお前ちょっとあのねあのその子は理科理数系をなんか目指してたんだけどそれからこれに変えたらねこっちの学科に変えたら 東大に受かる可能性あるぞと。だからプライド捨ててね。プライド捨てて、あまあそんなん全部捨て,てて、まず東大受かってから始めればいいんじゃないかみたいな感じで説得するわけですよ。で、説得して、で、その子はね、わかりましたっつってね。で、それを受けることにしたっつってね。で、うんなんか、みんなちょっと教えてくれみたいな。プライド一回捨てたんですよ。でね、面白いのは、最終的に先生と。 先生,先生が言った一言が気になって仕方がないと。で、僕決めましたと。やっぱ僕は東大に入って理工学のロボットとか作りたいんだと。だから、あのー、確かに難しいかもしれないけど、あのー、僕はこれやりたいから、やっぱ変えずに、このまま行きますみたいな。で、安部さんが言うわけですよ。グッジョブみたいなね。<laughs> お前が決めたんだ、お前がそれで OK だみたいなね。 そうで結局その子は落ちるんですよ。で落ちて、まあ、で、ライナーもやりますみたいな感じでなったんですけど。まあ多分そういうことです。なんかだからね、プライドも捨てるんだけども、結局自分の、いろいろ考えて、自分の人生を歩んだってことですよね。だから結構ね、やっぱね、あれ結構いろいろ、まあ、すごく深いところが描かれてたなっていう、最終話も。うん、そう。 多分ね、安倍さんの言う通りにしてれば、受かってたと思います。まあ、流れ的にはね。まあ、実際にその、なんだろうな、あの、一人ね、ラーメン屋で働いてた子は、そ,それ、そう言われてねそ、その通りにして受かったんですよ。その、か変えて。うん。結局多分、でも、あの、その子も、メガネかけてた子も言ってましたけど、まあ、後悔はないし、あの、なんか昔と、 の自分と今は違いいますみたななねなんか言ってましたけど、うんまあ、最終的にやっぱねあの人の意見を聞くことも大事だし、えー、大事なんだけれども最終決はやっぱ己で考え,考え抜いて己で決めるっていうここに、うん、まあ安倍さんが言ってたけど俺が言ったのはあくまでもあくまでも東大に受かる最良、うん、の方法を教えたまでだと。 ただ、それを選ぶか選ばないかはお前、お前がそう決めるんだお前がそれが答えだみたいなね、なんかそんなようなセリフ言ってたんですけど、うーん、結構興味深かったですね。はい、いってらっしゃい。